前あ、ま、マジ、マジ、マジでそっちの方だと思ってお前ふざけんなでも俺じゃないと思ってる、それは自分じゃない多分誰かスタッフの人だと思ってる押し付けてるよっしゃさすが、さすが元バンドマンやったぜ、当たってためちゃくちゃ量食べれるんですよ、あんま食べてるイメージないもんねそう、1キロぐらい食べれる気がする皆さんお久しぶりですアンサンブルスターズ、音楽プロデューサーの桑原悟ですおはようございます。本日は桐生九郎くんのお誕生日おめでとうということで、あ、そうですね、なんと2024年、もう年明けております、明けております。いやでも新年皆さんどうやってお過ごししたんですかね。僕もどうやってお過ごししたんだろうか、お正月らしいことできたのかな、してるといいなと思っております。本日、ね、年明け一発目の、クアピースタジオトリップでございますが、2週間後にはね、なんとスタフォニーセカンドが2週間後、マジか。はい、ということでそろそろね、今回のねゲストをねお呼びできればと思っておりますが、まずはこちらの方です、どうぞ。僕たちは経験を重ねるたび、もっともっと力強く優しいユニットになる。今日のライブはその新たなる一歩だよ。よろしくお願いします。ようこそ地獄の飲み会へ。こんにちは、こんばんは、失礼いたします。というわけでアルカロイドから参りました、天城ヒーロー役の梶原岳人です。よろしくお願いします。どうも、どうも。今回アルカロイドからは梶原くんに来てもらいました。よろしくお願いします。久しぶりですよね。めっちゃ久しぶりな気がしますね。そうなんですよね。桑原さんと俺お酒飲んだのって確かだいぶ前ですね。一番最初のなんかアルカロイドとクレイジービーが始まる時になんかご飯会みたいなのをやったんですよ。はい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 、焼肉か、肉食った時に ありましたね、はい。その時に初めて飲んだ、食べた、飲んだ以来ですね多分。いや、あるんですよ。嘘だ。あるんだよ。え、あるの、あるの。嘘だ。収録終わりで呼び出して行ったっけ俺。来た来た来た。あ、行ったわ。変な飲み会したんですよ。そうだ、そうそうそう、思い出した。そうそう、でもそれももうだいぶ前だよね、2年以上。あ、それぐらいかもしれないですね、もしかしたら。まあね、ゲストはね、もう一人パーリーピーポーをお呼びしたいと思っております、はい、入ってもらいましょう、どうぞ。俺たちに成り代わるなんて不可能だって思い知らせてあげる。そのために今日も俺の本気を見せてあげよう。どうも、飲み会番長が来た。やいどうも、飲み会番長博士香織役細貝圭です。違う違う違う飲み会番長いやいや、自分で言うのややしいや、改めましてどうも、お邪魔させていただいております。お願いします。はい、お願いします。本日で、ね、2人目は細貝さんにいただきましたわーわー、はい、お二人はなんと、2023年の8周年生放送で共演したとのことで、はい、お互いの印象どうですか。いや、俺あの時がだってほぼほぼ話したのが初めてですね。めちゃくちゃ可愛くて、いや嬉しいな、ありがとうございます。最初どんな感じの子なのかなと思ったら、うん、ずっとふわふわしてて楽屋から本番までずっとふわふわの突入して、ずっとふわふわしてたそうですテンション感確かにずっとこんな感じかもしれない、うん、ね、印象としては。そうそう、いやでもめちゃくちゃなんか喋りやすくて、めっちゃいいお兄ちゃんって感じが。これお兄ちゃんでよかった、まだこれ、いや、いやお兄ちゃんですよいいおじさんって言うと僕同い年だからあ、同い年なんです。同い年なんです。じゃあいろいろお話今日伺っていきたいので、今月のね、クアピースタジオは、梶原岳人さん、細貝圭さん、そして桑原の3人でお送りいたします、はい、ぜひ最後までよろしくお願いします。お付き合いください。お願いします。こっちだよ。どこだ、これだよはい、今回の番組名はクアピースタジオトリップということで、アルバム CD のテーマである、トリップに合わせた番組名になっているのですが、うん、実際に旅をするかのようにね、うん、ちょっといろんなところでお邪魔させていただいて収録をさせていただいております。なるほど、ね、素晴らしい。今回は、4回目、こちら六本木一丁目にあるアークヒルズカフェさんからお送りしております。おしゃれよ。最高ですよ、ね、めちゃくちゃいい。まさか六本木でやるとは思わなかったですね、ね、本当にびっくりよ。すごいね。ね、お店の方で、古材を使った質感のある内装と家具、広々とした空間でアコースティックライブも中心に食事をしながら音楽も楽しめる。めちゃくちゃいいじゃないですか。そうですね、ちなみにこうワインがおすすめということで、自然製法で作られた美容ワインを取り揃えているそうで。美容ワイン、美容ワイン、このワインが一番好きなんですよ。あ、本当に、はい、お
見つけたよ、ワイン友達。分かったじゃん。やった。友達少ねえからな。めっちゃ多そうなイメージだけど。めっちゃ、めっちゃ、めっちゃ。そんなことですか。本日はアークヒルズカフェさんでおすすめのメニューをですね、ご用意していただきました。わー、すごい、めっちゃいい。もう美味しそうでしかない。サーモンポキサラダ。ポキってね、知らない人は、ね、ハワイのね、海鮮料理の定番ってね、松坂ポークの厚切りソーテー。松坂ポークだと、和牛ボロネーゼ、アサリのジェノベーゼ。あ、ジェノベーゼもすごい好き。2つってあるですね、パスタね。ちょっと待って、えこれ僕が選んだやつじゃないですか、もしかして。どういうこと。そうなの。え、どういうこと。 LINE をもらったんですよ、はい、この番組の前に、はいはいはい、でメニューなんかの写真が送られてきて、うん、好きなのありますみたいな、丸つけて返したんですよ、はいはい、これでした。俺送られてきてないんだけど、そんなの。どういうこと。たまたま LINE してたの。何でも食うやろと思ってた。何でも食う。大丈夫大丈夫。でもこれめっちゃ嬉しい。でもナイスショ、ナイスセレクション。素晴らしい。美味しそう。あ、なんか置いております。何何何それ、これシャンパンでございますか。泡ですね。お、開けたい人。お、じゃあお願いします。いいですか。いいですよ、いいですよ。もうどこに向けてあげてもらってもいいですから。あ、どこに向けてもいいんですか。そうですよ、あそこに座ってるプロデューサーに向けてもいいんです。飛ばせ、飛ばせ絶対なの。そうそうそう、これブリュット・アン・ソラン・ガストン・シケっていう。いいね、一杯目のシャンパンっていいっすよね。最高、いいね、最高なの よ, よ。ほい、はい、ありがとうございます。え、怖い怖い、大丈夫大丈夫、不安になってきて。照明、照明とか気をつけてね。これ飛ばす前提なんですか。これ飛ばしていいんですか、本当に。いいよいいよ、上でいいの。え、ど、横。どこでも横やばいでしょ。あ、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 すごい、パーンって。めっちゃすげえ、めでたい。すごいスロー映像になったね。スーパースローで見たいね。すごい飛んだよ。素晴らしい。まあでもめっちゃ綺麗に出てきた。すごい嬉しい。僕じゃあ入れさせてもらいます。もちろんです。ありがとうございます。あ、ちょっと持ってもらってもいいですか。そうですよね。ごめんなさい。作法、いや、分からない。どっちがいいんだろう。普通持たないんじゃない。持たないんだ。持たない。じゃあ、いや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 、持つ持つ持つ。大丈夫大丈夫。今日は今日持とう。今日持とう。ビールみたいなやり方しちゃった俺。間違えた。クワピースタジオだから。そうそうそう。何でもいいから。何でもありだよ。そうそう。はーい。はい。ですね。じゃあ、あ、いやいや、どうぞ。すいません。あ、いや、置いてください。この違いなんだろう。なんか、あれ？やっぱ奥に。ああ、はい、いいですよ。こういうもん。これぐらいですかね。じゃあ、いいですか。ありがとうございます。じゃあ、置いておきますね。はい。わー、いいな。美味しそう。イエーイ。ありがとうございます。では、飲み会に。飲み会に。乾杯。乾杯。あー、おいしい。あ、飲みやすいですね。飲みやすいね。めちゃくちゃ飲みやすい。美味しいわ。最高。早速ね、料理の方も召し上がってください、あったかいうちに。いいですか。もちろんですよ。お腹すいたな。俺もガンガン食べていこう。ほんと普通にご飯。いや、普通に食べて大丈夫です。もう本当にガツガツいきましょう。いただきます。うん、うまい。もうだって見た目が美味しいですよって言ってますもん、だって。油がすごい、ね、でもこのまろやか、ね、まろやかですね。でもいいですよ、仲がいい2人。そうね、だからもう8年。あ、8年。そんなに。いやだからほら、アンスタスタートで初めて出会って、うん、そうなんだ。結構すぐからぐそう、ね、飲み友達、そう、仲良くなって、うん、でも細貝さんとも飲みたいですね。ね、めっちゃ面白いですよ。まずそのね、ケイちゃんのこと嫌いな人がいないから。いや、そう、めちゃくちゃ話しやすい。本当に話しやすい、めちゃくちゃいい。いやいやいや、でも嬉しいよ。なんかね、本当にこの2023年を機にすごく声優さんの友達が増えて、うん、お、誰が仲良くしてるんだ。最近だとあの、うん、笠間くん、笠間っち、笠間さんと、あのね、スタフォニーに出た時に仲良くなって、うん、じゃあ今度飲もうねっていう話してて、でたまたまスケジュールがあって、はい、そしたら笠間っちが最近ピザ窯導入したからさ、ああ、キャンプ行こうよって言って。そうだ、え、それは持ち運び用のピザ窯。そうそうそう、バーベキュー用のピザ窯を、それで行くことになって、だから俺もね、出会って3回目の友達と一泊旅行は初めて。すごい、行ったんですね。そう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 、すごいアクティブですね。え、でも僕のこと誘ってくんないから、めっちゃ雨に降られてすげえ大変そうだったんです。そうだったんです。2人とも雨男で、僕は晴れ男らしいんで。どっち。いや、俺ね、あの、自分の個人のアーティスト活動もやってるんですけど、
MV とか撮りに行ったりとか、あとパンフとか撮りに行くと、うん、絶対雨降るんですよ。おでも俺じゃないと思ってる、それは自分じゃない、多分誰かスタッフの人だと思ってる押し付けてる押し付けてるあの食べ飲みはね、あの自由にしていただいていいのでね、少しずつ進めていけたらと思っております、うん、はい、ありがとうございます。クラスタートリップは、はい、少し音楽の話から離れたりもしつつ、一緒に旅行するかのようにゲストの方々とさまざまなトークテーマに沿ってお話をしていきたいと思っております、はい、うん、今日はお仕事だと思わない方がいいです。持ってない。あ、そっか、うん、大丈夫だねめっちゃうまい、 いや、はい、ということでトークテーマね、選んでもらっていいですか。目の前にほらボードあるんですよ、ちょっとね、うん、あのあれあるんですよ、うん、A から G、 最初ガックン、あ、いいですか、お願いします。僕といえばですよ、おこれはもうガクトの G で、お、アルカロイドの A じゃないんだ、あ、はい、確かに、あ、そうか、アルカロイドの A もありますね。そうだ、いやだけど、そうです、ガクトです、ここはガクトの G でいっていいですか、これはもう全然 OK です、貸してくださいよ。じゃじゃん、ソウルフード、ソウルフード、あー、おー、食べると落ち着くとか、なんか大きいことがあった後にこれ食べたいとか、まあその実家帰ったらこれ食べたいなみたいなとか、あの結構 広めでようとしてるんですけど、自分がこれが好きだって言って、うんうん、なかなかこう広まらないものっていうので言うと、うん、唐揚げですね僕。え、でも唐揚げ好きな人多いじゃん。いやいや多いんですけど、その中でも僕は飛び抜けて好きだと自分の中で思ってるんですよ、うん、ほら結構某唐揚げ声優さんもいるじゃないですか。いや、そうなんですよ、だから負けてないと、そう、なんかそう大使みたいなやられるじゃないですか僕は唐揚げ好きだってずっと言い続けてるんですけどなかなかそういうのに届かないんですよあ、仕事につなげたい、仕事につなげたいわけじゃないんですけど、ちゃんと好きをね、一番好きなんだってアピールしたいって。俺がナンバーワンだと、みんな知らないんだっていうあれ、ガックンってさ、あれ海外いたじゃん。あ、シンガポール住んでます。シンガポール、はい、どんぐらい住んでた。高校生の時だけなんで3年弱ぐらいですね。だから普通に喋れるんだよね、英語とか。喋れるふりしてます。えあれ、でもこの人喋れるよ。え、本当ですか。アメリカ住んでた。あ、すげえ。でも忘れてきたけどね。いや、本当忘れますよね。へ、うん、使わないとそういうもんなのか。使わん。だって俺も15年ぐらい経つからさ、日本帰ってきて。2人ってさ、街歩いててさ、外国の方に声かけられたりする？あの、あるある、道、俺ないかも。ある、一回もない。あるし、しかも自分も割と率先して困ってる人を駅とかで助けてあげたいなって思ったりして、うん、でも新宿の駅ってやっぱり分かりにくいでしょ。で、うん、そのアメリカから来てるご家族がいて、はいはい、丸の内線に行きたかったので。なるほど、難しい丸の内線は。そう、あ、じゃあもうこのままついてきてって言って、はいはい、あの連れてってあげるって言ったら断られた。え、怖いなそういうことか。そういう、そういうあれだったんだよ、怪しまれたよ。怪しいの、怪しかったんだよ。なるほどね。あ、細貝さん、ソウルフード難しいな、なんだろう。でも、まあ、幼少期からずっとアメリカ住んでたのね。6歳からずっと23まで住んでたんだけど。え、23までいたんですか。でも途中2年間日本の小学校通って、で14年間トータル住んだんだけど。かっこよすぎる、いいな。やっぱそう考えると、めっちゃ美味しいの。美味しい、喋ってんだろ俺めちゃくちゃ美味しい。俺の MC じゃん、びっくりした。めっちゃ美味しいこれ、うん、それぐらいね。いや、そう考えるとやっぱハンバーガーなのかもしれん。それでさ、それ聞きたくて、日本でいうどういうハンバーガーなのか気になる。それはグルメバーガーなのか、うん、ファストフード系のやつなのか、ファストフードの中でもどのお店なのかとか。ファストフードでいうとジャックインザボックスっていう。知らないよどこにあんの日本の話。日本にないの。あ、日本だとどれ。日本だとバーガーキング。まあ、うん、やっぱバーキンですよね。バーキン、ね、美味しい、美味しい。なんかやっぱでもね、どんなジャンルでもハンバーガーがやっぱり食べたくなる、定期的に。で、元気になる。うーん、僕いいな、なんかソウルフードなのか分かんないけど、うん、それで言うと完全にナポリタンなんですよ。え、その喫茶店とかの。あ、何でも好きで、それこそそのコンビニとかで売ってる、あの、できてるやつもそうだし、冷凍食品も好きだし、うん、ナポリタンだったら何でも好き。それ何ですよ、もともと何で そこまで好きになったの。いやー、分かんない、気がついたら好きだったもん。あれだけはね、めちゃくちゃ量食べれるんですよ。あんま食べてるイメージないもんね。そう、1キロぐらい食べれる気がする。ナポリタンだったらそんなに。そう、永遠と同じ味で大丈夫。
じゃあほらケイちゃんも。じゃあ、うん、どれもないな。アンデッドとほら A と D と E あるでしょ。あ、中に入ってるアルファベット。あ、じゃあ D で。レベルアップ。レベルアップ。お、成長したな。成長したいなと思ったエピソード。テレレレテレ。お、どうですか。初レコーディングの時から比べたら成長したでしょ。僕に言ってますか。あなた以外誰がいるんですか。いやだってもう忘れもしない初めてのねアンサンブルサウンズレコーディングと聞いてる、うん、初めてのアンサンブルサウンズのレコーディング、うん、そうアンデッドのね時にねめちゃくちゃ緊張しててディレクションでクワちゃんも初めましてだし、うん、でもクワちゃんのディレクションってとてもうまいというか、うん、こっちの気分を乗らせてくれるのがすごくうまくて、うん、なんかだんだん歌えてる気持ちになってきて、はい、あれ俺うまいのかなみたいな、うん、すごく上手なアーティスト気分にだんだんなり始めてで結構意気揚々とねスタジオのブース出たの。そしたらその時の俺の当時のマネージャーが椅子でこうなってた。頭抱えてた。そんな感じだったんですか。想像できない。上手だったけどマネージャーさんからすると、うん、もっと歌えると思ってたんですよね。あ、なるほど。いやでも本当に難しくなるよねアンサンブルサーズの楽曲は年々。わかる。やっぱそのね同じジャンルやりすぎても飽きちゃうし、うん、やっぱちょっと変化球も混ぜながらじゃないとねやっぱその路線だけやり続けるってなかなか難しくて、うん、そうですね。ガッくんのレベルアップも聞いてみたいな。俺レベルアップ。でもアンサー始まった時が5周年のタイミングだったね、参加したの、うん、そっか5周年の時か。いいアルマロイド、うん、なんかすごいオーディションの時覚えてるもん。なんかアンスタの福山さんいました。いました。あ、そうなんだ。いました。覚えてるじゃん。覚えてる。覚えてるし満場一致だったんで。本当に。そう。どんな感じだったんですかそれって。どんな感じ。なんかキャラやっぱあ満場。本当に満場一致だったと思う。決まりましたって言って名前見た時、まあ、そうだよねっていう結果でしたね。本当すごい、うん、その時の課題台詞でふはー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 っていうのがあったんですよ、うん、それが自分にとってめっちゃむずくて、え、どういう笑いこれとすっごい思って、あ、そうそう、完全に道を迷った、あ、そうそうみたいな感じのところからスタートしてて、オーディションのセリフが、そうそうそう、どういう人として解釈すればいいんだろうってすごい悩みながらやった記憶があって、そういう意味で言うとヒーローのヒーロー像っていうのはすごいやっぱ年々アップデートされていって、歌うたびにもアップデートされるし、セリフを取るたびにもアップデートされるし、ライブに出るたびにもやっぱアップデートされるし、そういう意味ではレベルアップしてるかもしれないですね、やっぱり。なかなかね、3年とはいえ、3、4年とはいえ、なかなか長いじゃないですか。いや、そうですよ。なんか一つのキャラとそんなに向き合うことないしね。いや、8年。8年半よ。あ、すごい。だってもう、初めて声、レコーディングした時の写真とかが残ってるけど、うん、若いもんね、やっぱり。若いね。30とか、30歳とかあったの、あの時ね。そうだよね。8年って僕、多分仕事してないです、まだ。29歳でね、今ね。になったとこなんで。そうだよね。多分養成所入ったぐらいですね。そのそこから21だもんね。20歳とか21ぐらいか、うん、僕のレベルアップなんだろう。お酒飲めるようになりましたね。いや、なった？なってないと思うよ。20代の頃本当に後退してると思うよ。いや20代マジで飲めなかったの。もうあの2杯飲めなかったんで。あ、そうなんだ。そうなんですよ。今何杯飲めるの？今は数えたことないです。もうそのぐらいになったんですね。なんかでも気にせず飲めるようになりましたね。辛いなとか。本当に不健康な生活してるよね。異常者だと思う。異常者だよ。普通に5時6時ぐらいに寝て、10時11時ぐらいに起きて全然寝しないじゃん。でちゃんとお酒も飲んでる。お酒も飲む。でお酒もだから例えば2時ぐらいにじゃあ解散しました、1時2時に解散しましたって言ったら帰って仕事する。寝ないんですか。寝ない。なんで。本当そうなの。どうして。いやだから変なの。変とかいうレベルですか。やんなきゃと思って、あ、やんなきゃなって思えるようになったから、多分レベルアップしてる肝臓が。桑原の肝臓レベルアップしてる。麻痺だと思うよ。体にとってはあまり良くないですけど。僕もちょっとトークテーマ選ばさせていただきますよ。
どうしよう、じゃあ B。 B、 B で、クワバラなんでねそういうことショッピング、ショッピング、最近の買い物でおすすめしたいくらい良かったもの。あーなるほどね、最近の買い物、ね、あのハンドソープ買ったんですよ。僕あのパソコン仕事が多くて楽器も弾くから、うん、なんかこう手汗というか手がちょっとベタベタするのが嫌で、うん、結構頻繁に手を洗うんですよね、うん、でちょっといいやつ買ってみようかなと思って買ったんですよ、うん、なんかそれこそそのスタライとかスタフォニで演奏してくれてるシラスコン君っていうそのバイオリンの子がいて、その子がなんかツイッターで発言してたのを聞いて、あこれ気になるなと思って、なんだっけちょっと一瞬商品名見ていいですか気になる、でも気になる、めっちゃ気になる、なんだっけな、ハンドソープ気になる、これはねめちゃくちゃ良い、で匂いがいろいろありすぎてモルトンブラウン、あ持ってる持ってる、めっちゃ良い、めっちゃいい、めっちゃ良い。何色ですか。僕自宅はゴールドのやつで、ウードのやつなんですけど、うん、なんかね、なんだろう、俺はね緑持ってるんですよ。あのほらブラックフライデーあったから、うん、ここだと思って。ブラックフライデーとか関係なく何でも買えるのにね。買えない買えない何でも買えるのにね。聞いてください、ちょっと聞いてください聞いてください。僕細貝家ってやつに誕生日プレゼント買ったんですよ。あれこれピアスしてるじゃないですか。はい、これイヤリングなんですよ。え裏切られた感じしません？なんかこのだって穴開けたくない、い痛いから痛いじゃん同じですすごい、それは僕も同じなんだけどいやでも、はい、いや完全に開いてるもんだと思って。そう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 、ただ見てください皆さん、透けてる。あもうねネックレスにしたんですよ。できるんですよ。いやいや、これでこれを機に開けろって言ったんだけど何の話だっけそれは確かに何の話だっけあ、そう、買い物ね。買い物、ガックン、なんかおすすめ。あ、自分の誕生日ってさ、はい、自分へのご褒美ってなんか買ったりします？あ買ってないでもね、最近だったでしょ。最近だった。あ、そうなの。そう、おめでとう。なんでえ、だからこの後、だから連行しようかな。どうやん。そう、最近だったんです、実は29になって。30手前やん。うん俺ら40手前よ。やめてやめて。あ、それで言うと俺がめっちゃ果物好きで、なんかこうとりあえず果物を結構もらうこととか買うこともめっちゃあって、ドライブも好きだからいろんな場所行くんですけど、山梨かどっか行った時にこうブドウのこういろんな見たことないブドウが並べてるこう道の駅みたいなところがあって、そこで買ったあのクイーンニーナっていうブドウかな、めっちゃ美味しくて、プリッとしてて皮ごと食べられてめっちゃ美味しかった。おすすめ、クイーンニーナ。クイーンニーナ、いや普段はクイーンニーナ、急に来たな普段はあれ、あのマスカットとブドウだったらどっちですか。あ、紫の方とってことですか。そうそう、うん、紫の方のっていう分類もそうですね、はい、いやでもそれで言うとマスカットかもしれない。あ、なんかちょっと珍しい系を選ぼうかなって思うかもしれないですね。じゃあケイちゃん、あ最近買った、最近買った、最近でもないけど、部屋に観葉植物、おサボテンとか190センチぐらいの、でかいな、自分よりでかいじゃん。自分よりでかい、なんかでも大きいのが欲しくて、うん、買ったの。そんだけ広い家に住んでるっていうのはない。いやなんかさ、緑があるとやっぱわかる、ね、わかります。でずっと置きたいなと思ってて、はい、やっと買ったの。いいな。僕それで言うと観葉植物同じ気持ちになりたくて買ったんですよ、はい、3つぐらいポンポンポンっつって、うん、3ヶ月で枯れた。あ、でも俺はフェイクの。あ、フェイクなんだなんだよ、植物じゃねえじゃねえかよなんでだよ、植物じゃあ植物だろフェイクじゃん。フェイクは植物じゃないですね。うるせえそんなの見ようによっちゃ植物かもしれないでしょ何言ってんだこれ。緑を感じるかどうかの話だろ、人間がちょっと違ったね。そうですね、こういう大人になっちゃダメだよ本物かと思ってたの。本当だよはい、まだまだ話したいところではあるんですけれどもね、そろそろ次のテーマに行かないと時間がね、多分編集が大変になっちゃうんですいません。そうなんですよ、ちょっといいですか、皆さんお待ちかねのこちらのコーナーです、どうぞ。
はい、アンスタライブのねバンドチームによる生演奏コーナーに対して ES バンドトリップライブでございます。いや、めちゃめちゃいい、かっこいい、やばい、最高だね。本日もね、お送りするんですけども、ちょっとね、前回実はサックスに入ってもらったんですよ。あ、うん、ね、あまりにも良すぎて、ちょっと今回ちょっと欲張って5人になっちゃいました。すごーい、豪華、今までで一番豪華なメンバーですね。やばい、はい、やべえ。改めてちょっとご紹介していただきたいんですけども、で、ちょっと気になることがね、やっぱあるじゃないですか。僕ある、めっちゃある。ヤスさん、そのギター何？そうなんですよ、実は今日初めて お披露目なんですけど、半年前から構想して作った、カリフォルニアで作った僕のオリジナルギターで、左利き用のギターを右で作ってもらって、うん、それ6弦は上ってことでも、そうなんですよ、リバースヘッドって言ってネックが逆になってるんですよ、普通と、うん、だから普通って6弦の方が短いんですけど、うん、6弦が長いんですよ、だから低弦の音がよりね太く出るっていう。あ、面白い、すげえ、やべえ、何喋ってるか全然わからない。しかもレリック加工で。そうなんですよ、これ僕の好きな色全部これも自分で考えて、めっちゃ好きです。ありがとうございます。めちゃくちゃ良い、欲しい、欲しい、嬉しい、よろしくお願いします。 ES バンドギターの中島康隆です、よろしくお願いします。じゃあ ES バンドね、鍵盤のケイちゃん。はい、キーボード担当してます宇都圭樹と申します、よろしくお願いします。お願いします。同じケイちゃんだから。ケイちゃん、ケイちゃん、ケイちゃん、ケイちゃんだよ。漢字も一緒なんですよ。そう、よろしくお願いします。ありがとうございます。というわけでサックス石井くん。はい、ES バンドサックス担当石井優太です、よろしくお願いします。お願いします。ドラムレオンヌ。ドラム担当のゆうきレオンです、よろしくお願いします。お願いします。ベースイゴちゃん。はい、ベース担当のイゴちゃんです、よろしくお願いします。どうですか、ね、実はその2週間後スタッフにセカンドらしいです。やばどうですか仕上がりは。いや、もうね、いつももうバッチリな演奏を僕たちしてるんで、自分たちでちょっとあれちょっと乗ってきて。いや、もうバキバキですよ。バキバキ。なんか俺だけなんかほらね、精神を完全にすり減らしてもういいものを作ろうっていう気持ち一心でやってるんで、我々そう、全力で取り組まないと、本当に限界突破で取り組まないとできないんで、本当アンスタの楽曲たちは。聞きたいんですけど、はい、その前回のスタフォニーの時って、はい、メンバーで合わせたのってどのぐらいなんですか。何回ぐらい。結構やりましたっけ。8回ぐらいはやったよね。本番までには8回だけど、ね、でもぶっちゃけた話 2回目ぐらいでだいぶ仕上がってました。やばいよ。すごいな。だって前回も20何曲。そうそうそう、うん、すごいな。すごい、すごい人たちなんですよ。すごい、びっくり。例えばドラムをやりつつ、あれ今ギターちょっと間違えたなとか感づくことあるんですか。例えばの話よ、ね、ギターに限らずですけど、うん、僕基本的に僕前向いてるんですよね、演奏してる時、はい、僕が横向いた時って何かしらに気づいてる時あれみたいな。なるほどね。いいね、それに今後注目したら誰か間違えたんだっていう。YouTube 見てれば誰か見てたか分かる。あれですよ、間違えたじゃなくて、あ、今すげえ面白いプレイしたなっていう時も見てる、見たりはしますけど。確かにそれ見てるわ。確かに。そんな彼らによるね、番組のためだけの演奏が楽しめる贅沢な企画となっておりますので、ね、今日はどういった楽曲を演奏するんですか。今日はもちろんね、恒例のリクエストにお答えするっていうのが僕たちの。嬉しいよね、はい、もう嬉しい、本当に、はい、ありがとうございます。はい、じゃあリクエストも済んだということですね。早速演奏をしていただきたいと思っております。それでは3曲続けてお送りします、どうぞ。
めちゃくちゃいいぞ。最高よ。やばい。最高だ。あのさ、なんだこの時間。そうよ。めっちゃ原曲はもうちょっとチャキチャキしてるんですけど、うん、今回いい具合に横乗り感が足されてて、すごいなんかこうなんていうんですよ、味が加わって。かつ主戦がちょこちょこ変わっていくのもすげえ良かったし、主題の交代がね超かっこいい。かっこいい。途中なんかゴマみたいの振ってましたよね。ゴマ正解だよ。料理はしてない。これですね。ギターの音めちゃくちゃいいですね。かっこいい。ありがとうございます。間違いなく言えるのは全員モテるよ。当たり前じゃないですか。何言ってんすか。絶対モテる。当たり前じゃないですか。うん、かっけー。やばい、めっちゃ良かった。歌ってる人間としてお金払います。マジでそのレベルですよね。本当にすごい、すげえ、やばい。だこれをイベントとしてやってほしい。やるべきでしょ。ディナーショー俺はめちゃくちゃ行きたい。普通に行きたい、うん、普通に行きたい。もう最前列もうなんかみんな声優さんで固まろう。毎回落ちサビをこうベースソロでね、ちょっとね、確かに持ってってすごい。ダメよ、よくないよそういうの。
ちょっと想像以上だな。贅沢だよね。贅沢すぎる。マジか。ハニーミルクでフルート何でもやるのよ。やばい、すごいっすね。これはあれですよね、ボサノバ風アレンジってことですよね。ボサノバですね。あ、そうです。よっしゃ、さすが、さすが元バンドマン。やったぜ、当たってた。バンドマンすごいね。詳しいじゃん、どうしたの。やったぜ。途中のベースがウッドベースかなって思うような音色でしたね。ですよ。すげーな。ちゃんとね、サビのね、メロディーの後にさ、追っかけメロディーがあるじゃん。ちゃんとピアノが拾ってて、いや、エロいなと思って、さすがでございます。そこの旋律よかった。だから早く皆さん、ハッピーエレメンツさんにお便り送ってもらって、いや、本当早くこう、ね、大きいところでやるべきです。いやね、だと思います。絶対みんな行く。うん、はい、マジマジ、ゆうきくんとか二重人格者やと思うもん。どういうこと。どういうこと。さっきとかはさ、いや、ま、最近寒くてマジやばいっすよねとかって言って、ドラムだ。全然人間変わる。
めちゃくちゃ面白いです。すごい。はい、改めてね、ありがとうございました。素晴らしい。本当にありがとうございました。素晴らしい。ということで以上 ES バンドトリップライブでした。わー、最高。めっちゃ良かったっす。めちゃくちゃいい。いい演奏にはいい酒と魚ということでね。最高です。ほら、うわ、もうありがとうございます。チュライトね。ちょっと待って、これももしかして俺のリクエストじゃん。そうなの？やばいよ。全然俺すいません、今回なぜポテトが2個あるか、僕が2個丸つけたからです。フレンチフライと皮付きポテト、そう、どっちも丸つけちゃって、ね、あとハムね。のんべのチョイスなのよ。やっぱそうなんだ。もうちょっと食べていいですか？どうぞどうぞ。皮付きいっちゃいますね。じゃあちょっと食べながらね、はい、トークコーナーの、ね、続きを進めていきたいと思っております、うん、はい、続いてはこちらです。ドン、表題曲について。表題曲、アルバム表題曲ですね、うん、どっちからいく？アルカロイドからいく？もういいですよ、アルカロイドからいきましょうよ、ね。ブラックアウトシーソー、かっこいいよね。かっこよかった。これちょっとね、そう、実はいろいろあったんですよ、あの、うん、凛としてしぐれの TK さんが楽曲を書いていただいて、やば、うん、そう、普段アンスタだと、ね、アンスタのスタジオで撮るんですよ、うんうん、そうですよね。ですけど TK さんはやっぱ自分でハンドリングしたいっていうことで、うん、TK さんのスタジオで撮ると、そうするとその一人しか立ち会えないです、うん、でもディレクションは僕がします。おーTK さんがされるってことで、ね、普段は僕はディレクションの立場だから、うん、そのディレクションまあじゃできない、うん、なるとやっぱそのレーベルの方が行くってなってるから、うん、実は立ち会えなかったんですよ。そうですね、菅原さんは。そうそうそう、そうなんですよ。本当はすごい行きたかったなって気持ちがあるんですけど、うん、どうです、ブラックアウトシーズ。いや、あのね、びっくりよ。びっくりした、俺もびっくりした。アルカロイドの曲だなっていう感覚は残しつつも、だけどちゃんと TK さんの曲でもあるんですよ、うん、キーが高いよね。あのめちゃくちゃ、あの言い方が難しいですけど、めっちゃ尖ってる曲ではあると思ってて、今回の曲もちょっと下げてもらった気がするんですけど、でもそれでもあのキーなんで、僕アルカロイドの中でもちょっと高めの方のイメージではあるんですけど、それでもやっぱり、あ、これいけるかっていうぐらいの感じの、やっぱその展開が結構すごく面白くて、この曲は、うん、俺もあんまりそう詳しく用語とかが難しくて分かんないですけど、曲がめちゃくちゃこう色を体現してるような感じが、僕は結構感覚があって、割とマイナー進行な感じで進んでいって、なんて言うんだろう、いろんなよどんだ感じの色がこう 混じり合ってこう進んでいって、なんか黒とか紫とかそういうようなのがこうもやもやって進んでいく中で、それがだん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 こうサビになるとまたちょっと開けた感じが見えたりとかして、そっからまたもやもやに戻っていって、ラストサビになった途端にパーンって白いのがポーンって出てくるみたいな、そんなようなイメージを持つ曲で、かっこいい。いや、かっこいい。いや、本当にね、ただただかっこいいんですよ。へぇー、TK だ。聞いてみたい。でも、本当に。その、なんて、ボーカルに普段つけないようなこうエフェクトとかも結構かかってたりとかしてて、こうディレイのような、なんかこう強めなこうエフェクトがかかったりとかしてて、そこもなんか TK さん色が出てたりとか。めちゃくちゃこだわりもあって、そう。すごいありがたいですよね。だこだわり持って作ってくれるっていうのはすごい嬉しいので、こちらとしても。なるほど、全く会話に入らへんあ、そうだよね。だってこの話してる時まだこれ世の中に出てないから聞いたことないんだもん。そうですよね、いや聞いて、早く聞いてみたいね。じゃあアンデッド、罪の底、シドさんが今回ね、実はね、そう、シドさん自体は実は2回目なんですよ。あ、そうなんだ。前あの暁でも書いていただいて、で今回はアンデッドに書いていただいて、うん、罪の底という曲を書いていただいて、なんかとてもでもアンデッドの、アンデッドらしい、そうそう、なんか割と最近なかったじゃないですか、あのアンデッドっぽい曲っていうのが、そうそうそう、なんかこう
こういう言い方がちょっとあの正しいのかどうか分かんないんですけど、シドさんってそのかっこいいそのビジュアルロックとかあとロック、うん、路線の中でも歌謡曲要素が微妙に入ってるのがすごく僕は魅力だと思ってて、なるほど、それがすごく出てる曲で、今までのアンデッドになかったカラーを出してくれたなと思っていて、めちゃくちゃ、だからありつつ、今までのもありつつさらに新しい風を吹かしてくれたなっていう印象はすごくあって、すごく好き、めちゃくちゃシドさんって腰が低いというか、すごく丁寧な方たちで、レコーディングもご自身がやっぱ演奏しに来てくれるし、すごい豪華だね。そうなんですよ、何曲かデモ書き下ろしていただいて選ばせていただけるっていう、そう、そんな感じで毎回やらせていただいてて、でも本当でも今回の罪の底、罪の底はめちゃくちゃかっこよかった、いいんだけど、かつ歌いやすかった、うん、かもしれない。テンポもねめちゃくちゃ速いとかでもないし、うん、博士薫がそのセンター曲とかだとね、ああサステインメモリーとか、ね、そう、うん、シンガーソングライター系のね爽やかな曲だったりするから余計にそういうのもあって、うんうん、めちゃくちゃ新鮮だったなと思って良かったですよね、はい。アルバム表題曲じゃないんですけど最新のイベント曲ということでね、うん、アルカルルだとアンダイニング、そうホーリーラブ、そうハロウィン曲、この曲ね僕結構アルカロイドの曲の中でも上位3番目ぐらいには、3番目以内には食い込むぐらい、3曲に入るぐらいには、3本の指に、うん、そのぐらい僕好きな曲で、僕これすごい好きな理由もあって、うん、なんかそのイントロ A メロ B メロがマイナー調でちょっと暗めなんですよ、僕それ言おうと思ってたんですよ、そうでサビでこの明るい、明るくなるんですよね、あのねアルカロイドって結構クールなロック曲とかもやったりするんですけど、うん、こういうアイドル店長っぽいような曲も似合うユニットなんですよ、そうおーなるほど、初だね、声の相性なのかな、結構そういう雰囲気を感じるんですよ僕、例えばレコーディングって誰かが先に撮って、うん、撮ったら誰かが一番最後に撮るわけじゃないですか、はいはい、でだんだん4人の声が合わさっていく過程が見えていくわけですよ、はいはい、それが面白いところでもあって、確かに3番目とかに撮ってもあアルカロイドじゃないって思うんですけど、4人揃うとその色になるんですよ、そうそう、それはそう、でそれって結構なんかすごいやってて面白いポイントで、今までのアルカロイドの曲調とはまた違った曲なんですけど、うん、すっげー合ってるんですよ、うん、確かに俺らの色に、まだいいですか、ちょっと全然全然、ぜひぜひ、めちゃくちゃブラスが合うんですよね、あそうね、ありがとうございます、あのこれはなんて言うんでしょう、アレンジの段階からもう決まってたんですか、そのブラス入れたいみたいな話は、まあ入れたいなっていうのもあったし、うん、やっぱそのメジャー調になるときに、うん、なかなかそのアルカロイドでブラス入れることそんななかったんで、そうちゃんとやりたいなと思って、うん、今回はやっぱりそのハロウィンの曲っていうのもあって、うん、そのダークな部分とかつそのなんて言うんだろうな、ハッピーな部分っていうのを両立させるっていう意味でも、うんね、この曲はすごくなんかこういいとこついてるなっていうのがあって、うんうん、まあ、これは僕が考えたわけじゃないんであれなんですけど、はい、ハロウィンをテーマに辰巳をセンターに持ってくるって、うん、あすごいことするなと思って逆やんけと思って、確かにね、うん、まあ、死者と聖者みたいなところがあるんで、ね、アーメンですからね、そうアーメンですから、うん、すごいなと思って攻めてんなって思いました、うん、ここがアンサンブルスターズだなっていう感じがね、うん、いいところですね、そうすごい思いましたね、はいはい、
でもアンスタのすごいところって俺まさにそこにあると思って、うん、そのユニットのカラーってあるじゃん、うん、でもそこだけにとどまらず、ね、違うジャンルのこれ合うみたいな曲にも行ったり、うん、可能性を本当に無限大に広がらせてくれる、うんうん、それってでもなかなか作る側も勇気がいることなわけじゃない、うん、それって本当にすごいなって、すごいいつでもチャレンジ精神忘れないっていうのが、やっぱりそれはやっぱ言ってやってるユーザーの皆さんもだからこそなおさら楽しい、うん、そうね、確かに今いいこと言った俺、言ってます、じゃあちょっとカットするちょっとなんか細貝がいいこと言ってるのはちょっとやっぱカットしたなんでだよダメでしょ、使ってくれ、使ってくれ、使ってくれでね、ここでねアンデッドの新曲イベント曲ね、リザレクションオブソウル、リザレクションオブソウル、いやもうこれは追憶を見た時にもう1話目初っ端これなわけですよ、リザレクションオブソウル、すげえかっこよくて、そりゃそうよめちゃくちゃその曲もちろんかっこいいプラスそのパフォーマンス、めちゃくちゃかっこよくて、でもこれをねもしライブでやるってなったらめちゃくちゃ大変やなと思って、そのアニメでこんだけのクオリティなものをやったら、俺らがもしライブでやるってなったらこれどんなものになるんやろみたいな、落ちてしまっても構わないからと、切ないほどの記憶が叫ばせ、怯えるように眠ってた君に目覚めのキスをあげる、嘆きの果てでまた蘇る You are so、聞いて、もう本当これだけ本当に言いたい、これはもうマジでカットしてほしくないんだけど、この曲発注来た時どんな曲が欲しいっていう発注来たと思います？え、分かんない分かんない、メロディーインザダークを超える曲のみ、びっくりした、いやもうちょっとなんかあるでしょうそうね、メロディーインザダークを超える曲って、あ、ざっくり、そうですよねと思って、でもなんか本当言うなれば原点回帰、そうだね、すごく感じた曲だな、うん、改めて、あ、アンデッドってやっぱりこれだよねみたいな、それとも4人とも思ってると思うんだけど、いや多分それはもうリーダーもノリノリでしたから、あやっぱりリーダーノリノリってことはもうそういうことですよ、佐久間さんがどうなんだろう、ライブで聴けるのかな、これどうなんですか、これどうなんだろうね、知らないけどね、僕はちょっと2週間後ですけど、聴けたらいいね雑すぎるはい、じゃあね、それでは最後の話題ということでね、ソロ曲について、ソリッドソウルについて、はい、ソリッドソウル、はい、どうです、初めてのソロ曲になるわけじゃないですか、そうだすなでもさ、割とさアルカロイドの中でも低めの、そうなんですよ、そう俺思ったヒーローのソロ曲だともっともうこうめっちゃ攻めたトーンのが来るんじゃないかと思ったんですけど、彼のどの部分を描いてくるんだろうなって思ってたんですよ、世間をあまり知らなかったりとか、中からですよね、そう物事に対して一個のことに集中して突っ走れる部分もあったりとか、あとはまあ仲間を思う部分もあったりとか、どのところにフォーカスされるんだろうなって思ってたんですけど、やっぱタイトルのソリッドソウルっていうところからもうなんかこう、これはヒーローのこう持ってる、普段はこうポワポワしてるかもしれないけど、一個意思を貫いた時の彼の姿を表してるんじゃないかなって思ったところが、ちょっとね、サックスが入ってて、そうですね、これがオシャンだ、ウーバー味があるんですよ、確かにウーバーあ、ごめんごめん、お前ウーバーイーツだろ、お前そっちの方だと思って、お前ふざけんなよそっちのウーバーさんね、だってそうね、ウーバーワールドさんですよ、ウーバーワールドさん、ごめんなさい、戻します、最高よ、合いますよね、ヒーローの姿とかにも合うと思う、本当にいいなと思って、意外にその若さもあれば、若さの中にこう貫く意志もありつつ、ね、大人感もあって、めちゃくちゃいい曲だなと思って、結構ねレコーディングの時にエンジニアさんとか、それこそ制作のスタッフさんとかに、アルカロイドとかそれこそソロ曲の中でどういう曲がみんな好きなんですかみたいな聞くんですよ、
この曲ね結構入るんですよ。あ、よかったよかった。そう、割と僕めこの曲一番好きかもしれませんって言ってくれる方とかちょこちょこいて、あ、やっぱいいんだなって僕もすごい好きですし思って、なんか歌のハマりがだから今までよりもちょっとキーレンジが低めで、うん、どうなるんだろうなと思ってたけど、うん、意外になんかそのテンションの高い時じゃなくて、うん、真剣に喋ってる時のトーンがそのまま出てる感じがして、ね、すごいミックスもハマりやすかったし、うん、顔もなんかすぐパッとあこれだねっていうのが出しやすかった気がしますね、うん、じゃあサーフオンスマイル、今回のソロ曲はさっきガックンも言ったように 2曲目だから2曲目で、ね、一発目 のフェザーハートエイク、それそもそもなぜ俺が、ね、リクエストしたかというと、うん、フェザーハートエイクっていう曲をねレコーディングした時に、はい、俺その時舞台真っ只中喉壊してしまってて、そうなんだ、出なくて、でも初めての博士くんのソロ曲だから、うん、ステロイドの注射を2本打ってレコーディングに臨んだんだけど、それでもやっぱり出なくて、でもそれクワちゃんがディレクションだったんだけど、もうやめようって言って、もうですごく悔しかったし悲しかったし、でまた改めてスケジューリングしてくれて、でそれで SNS でクワちゃんがなんか改めてその博士くんのソロ曲めちゃくちゃいいみたいなことを書いてくれて、すごく嬉しかったし、なんかそういう思い出もあって今回クワちゃんの番組っていうので改めて聞きたいなと思って、うん、フェザーハートエイク、うん、別に同い年だからっつってめっちゃいいよって言ったわけじゃないコンタクトとかじゃないですよ、うん、いや本当に良かったなと思って、うん、いいものに仕上がったなと思うし、今回はさっきさそのレベルアップって弾いたじゃん、はいはいはい、うん、レベルアップっていうと今まで彼は指名だったんですよ、ディレクション、あ、そうなんですね、そうそうクワちゃんやってってって言われてたのが、うん、ここ最近ここ2年3年ぐらいかなは他の人でも大丈夫になって、あ、レベルアップしたって思ってて僕の中では、うん、仕上げる時に聞かせてもらって、はい、めっちゃ音いいじゃんって送って、そう LINE くれて、すごいもっとよくしとくって言って、めっちゃいい仕上がりだから、まだ聞いてないでしょ、聞いてない、でも本当今回の曲ってその一発目のフェザーハートエイクはすごく博士くんの内面をすごく歌ってた曲で、彼の中のこの繊細さと普段人には出さない一面を歌に乗せてたのが一発目のソロ曲で、でも今回は本当になんかアイドルとしての博士かおさんがみんなが知ってる博士くん、そうだね、なんかこうどんな時でもまあ笑顔にはしてあげるよっていう感じが出てて、すごくいいな、気にせず行こうよみたいな、うん、そうそう、すごくだからハッピーな、そうだね、うん、なんかこの対比がとてもいいな、めちゃくちゃいいよね、ソロ曲増えてくるとそういう面も見せられるんでいいですよね、出てくると思うね、本当だよね、だから4年後ですかねだいぶ長いなだいぶ長いな、4年後かな、どうなんだろう、早く出るのかな、でも4年後かな楽しみです、そうそう、はい、積もる話もあるんですけれども一旦こちらでトークテーマとは以上となります、はい、ありがとうございました、ありがとうございます、はい、ということでクアピースタジオトリップエンディングのお時間となってしまいました、はい、うん、まあね、飲みながら気楽にトークするということでね、うん、まあ、ややカジュアルって書いてあるんですけど、だいぶカジュアルだいぶっていうかカジュアルでしかない内容だったんですけど、ね、お楽しみいただけましたでしょうかね、大丈夫ですか、大丈夫ですか、こんなにねちゃんとお酒飲んで番組やったの初めてかもしれない、やった、でもね、みんな言う本当ですか、こんなに食べてこんなに飲む番組ないって言われた、そう今日2本空きましたからね、そうっすよね、すごい、そうなんですよ、何杯飲んだかなって、結構飲んだなっていう、結構飲みましたね、そうぐらい飲んでるんで、うん、まあでもそれでもなんかこうまだ保って喋れてるの俺意外といけるのかなって、顔色変わってないのもね、一人だけ ね、俺だけ真っ赤、俺だけね、年齢かな年齢か、もともとなの、もともと体質、はい、いやでも生演奏も聴けて最高に良かった、本当に良かった、良かった、嬉しい、こんな贅沢な空間ないっすよ、ご飯食べてお酒飲みながらこう最高のね演奏聴けてそう、普段はこっちがチケット払う、そうですよそうそんなの聴けないっすよ普段、本当にね、どうですかピちゃんは、本当ただただ美味しいお酒と楽しい話と最高な音楽を聴けた、なんもない、なんもない、じゃあもうカットで、超楽しい、まあ本当楽しかった
ね、いや本当に俺らレギュラーにしてもらおうよ。いやおかしいな。ただ飲み会メンバーじゃん。おかしいです。 3MC で、はい、それいいね、助かるかもしれない。はい、ゲストのお二人本当にありがとうございました。ありがとうございました。本当に次回はね、暁とトリックスト、暁とトリックスト誰来るの。はい、またよろしくお願いいたします。強すぎない。それでは本日はこちらで以上となります。本日のお相手は、天城ヒーロー役の梶原岳人と、博士香織役の細貝圭人、アンスター音楽プロデューサー桑原さとるでした。さよなら。ありがとうございました。楽しかった。ありがとう。